レスラーになりたい。子供の頃からの夢を叶えた男が春の舞台日本武道館のリングに初登場です。今シリーズ 5.24 青森大会でデビューを果たした小林健太。高まるこの緊張感、新人らしい思い切ったファイトを見せてほしい小林、リングに上がりました。小林の挑戦を受けて立つのはジュニアの先輩金丸義信。同じ高校野球出身、同じく身長173センチ、自分と似た後輩からの挑戦を受けます。バーニングの象徴、赤い T シャツを身にまとった金丸義信、今リングに上がりました。2000スーパーパワーシリーズ最終戦 6.9 日本武道館です。第1試合はシングルマッチ20分の一本勝負で行われます。180ポンド、小林健太、夢の舞台武道館に初登場、小林健太。200ポンド、金丸義信。バーニングの鉄砲玉、受けて立つ金丸義信。山本紀人。6.9 ジャンボ鶴田さんの遺影が見守る日本武道館です。第1試合はシングルマッチ20分の一本勝負で行われます。こちら赤いシャツが金丸義信、対戦するのはデビューをして、これがおっとレフリー乗り越えてドッキング、いきなり仕掛けました小林健太。赤いショートタイツが小林健太です。さあロープに逆に振り返したところ、おっとサードロープから頭に挟んだ、そしてヘッドスタートイップドッキング、金丸場外、たまらず金丸場外。さあ中からトップロープ越してプランター、プランターを見せました小林健太。三沢がバネがあると称した小林健太、全身のバネ思い切って使って見せていきました小林健太です。ゴング前から仕掛けていきました小林、カバーに入って片指固め、カウント1で返しました金丸。ストンピングを打っていきます小林健太。5月24日青森大会でデビューを果たしました。あとこれは見ていた金丸、かわしました、腰を強打しました小林。今日がデビューから10試合目の小林健太、蹴り上げた、胸を押さえます小林健太です。昨年8月に行われたオーディションに合格した小林健太、数百人ものエントリーから書類選考で23人に絞られました。そして合格したのはわずか6人。しかし実際にトレーニングが始まって1週間してみますと、この6人の中で残っていたのはこの小林だけでした。ショルダースルー、さあカバーに入った金丸、狭き門をかいくぐって、そしてプロレスへの情熱ガッツでここまで残ってきました小林健太。8ヶ月ものトレーニングの末、先月24日にデビューを果たしました小林健太です。夢の舞台日本武道館のリングに上がっています。さあキャメルクラッチ、金丸が攻め込んでいきます。きつい角度に決まっています。先輩の洗礼、金丸義信、あと鼻に手をかけた、鼻に手をかけました金丸。小林を攻め込んでいきます金丸義信です。小林健太は高校野球の出身、高校野球の名門修徳高校野球部出身の小林健太、対する金丸義信も高校野球出身、山梨学院大学附属高校野球部で春の選抜甲子園にも出場したことがあります金丸義信です。小林は身長173センチ、75キロ、金丸も同じく173センチです。あとエルボースマッシュ一発で倒しました。頭を強打した小林、カバーに入る金丸、カウント2つで返します小林。同じような境遇から出てきましたこの後輩の小林、見ている金丸はどう思うんでしょうか。ブレンバスター、低空高速で打っていきましたブレンバスター。さあ両足を持った、脇に抱えました、体が返るとボストンクラブ。さあ小林耐えなければいけません、あっと腰が乗りました金丸、逆エビ固め、リングの中央、ロープまではまだかなり距離がある。さあ小林これは危ない、ここまで9試合戦ってきてこの技で3度敗れている小林健太、ここは耐えなければいけません。夢の舞台武道館、さあサードロープまでほふく前進、距離はあと70センチ、今手がかかりました。小林健太、金丸義信の逆エビ固めを耐えました。
さあエプロンからトップローブを越えてボディープレス、さあカバーに入った小林、返せるか、カウント2つで返しました小林健太。ゴング前から仕掛けた小林、しかし試合の流れは途中から金丸の一方的なペースになっています。今日は初めての日本武道館のリング、初の武道館ですねと声をかけると満面の笑みでとても嬉しいですと答えてくれた小林健太。夢の舞台で金丸に挑んでいます小林健太です。さあ踏みつけていく小林健太、いや金丸吉野、体重をかけていきました金丸、咳込む小林、ジャンボ鶴田さんの遺影が見守っています日本武道館。今日はこの後ジャンボ鶴田さん追悼の10カウントゴングも予定されています。その前で思い切ったファイトを展開していきたい若手の小林金丸、サーカバー、これも返しました小林健太。先輩の攻撃を一つ一つ受けて一つ一つ返しています小林健太。さあなおも攻め続けるのは金丸です。小林はこの辺りで一度流れを切りたい、抱え上げた、あ着手した、さあバックからエルボーってグローブに飛んだところドロップキック、カウンターで打っていきました小林健太、非常に打点が高い綺麗なドロップキックがあります小林健太です。ちょっと腰を気にした、さあ赤コーナー追い込んでいってエルボー対角線に振った、さあ走っていってドロップキック、綺麗に舞いました小林健太。さあエプロンからコーナーのトップに登っていった小林、ミサイルキック、滞空時間の長いミサイルキック、さあカバーに入った小林健太、これは金丸も2つで返しました。滞空時間の長い綺麗なミサイルキックを見せました小林。さあ今度は逆だ、赤コーナーのトップに登っている、さあ金丸が後ろ向きから前を向いたボディープレス、両手を広げて宙を飛びました小林健太、そのまま指固め、金丸も2つで返していきました、空中技を2つ見せました小林健太、非常にバネがあります。金丸丸藤、こういったジュニア先生に絡んでいきたいという小林、早くもその素質を見せています小林健太。さあセカンドロープから振り返ってアット、これはよく見ていました金丸。さあ金丸再び構成か、抱え上げてボディスラム、ニュートラルコーナーの前だ、登っていった金丸どうする、ハリウッドスタープレス、さあ片指固め、小林返せるか、返した小林返した、金丸の攻撃返していきました小林健太。あと上に乗っかって、さあ広角度前方回転エビ固めだ、返し技を見せました、この辺りは器用なところを見せました。さあ先に起き上がったのは金丸だ、返していく小林、一発打たれたら一発返す小林、あっときちんシンク、さあ決めのポーズが入りました金丸、試合を決めるか、ボディスラム打っておいてニュートラルコーナーからトップに立ったぞ、ムーンサルトプレス、小林返せ、スリーカウント入りました、最後はムーンサルトプレスから金丸由伸余裕の勝利。しかし小林健太、金丸の怒涛のような攻撃を一つ一つ返してきました、お腹を抑えます。この小林にとって初めての武道館、一体どんな試合だったんでしょうか。今ジャンボ鶴田の遺影に頭を下げました金丸由伸です。今日はジャンボ鶴田さんの遺影が見守っています。6月9日今日どうやら中止したと発表されました東京日本武道館です。試合の方は7分9秒、金丸由伸が貫禄の違いを見せつけました小林健太を下しています。綺麗なムーンサルトプレスからエビ固め、7分9秒、初めての日本武道館は7分9秒で終わりました小林健太。しかしまた階段を一歩上りました小林健太です。